ゆうこちゃんねるてるラジオ青春野菜見ていただいている方どうもありがとうございます。さあ今日はですね、実は P1 グランプリという、ネタでこう勝ち抜いていく大会に僕ねエントリーしました。これはどういった大会かと言いますと、もうネタを動画で自分で撮って、そんで運営局に、それを配信しまして、それで、全国に、それを URL からその YouTube とかでそのネタが流れて、それをどれだけの人が視聴して再生回数があるか、それと高評価、いいねがあるか、それの一番数の多いもんが勝ち抜いていく。そこの審査の中で、データを見るディレクターさん、放送作家さんとか、お笑いのプロデューサーさんが見て採点して、両方の、加算した採点で、次の本戦に行けるという。そんで、最初はね、ネタ2分なんですよ。それで、選ばれたら、これが ABCDEFGH と8グループに分かれてるんですよ。まあ全国津々浦々でプロアマ問わずですからね。それでもう僕は E グループの1番でございます。だから P1 グランプリって検索していただいて、ほんでグループがずっと A からH まで出てくるんで、E グループのとこ押してもらって、竹井てる子のとこ押してもらって、再生してもらって、高評価をつけていただきたいなと思っております。それでですね、まあ、勝ち残ったら、これが A から H までの8グループの中で、1グループずつ2組、本戦進出が決まるらしい。だから合わせて16組本戦に行ける。そんで本戦がネタが3分なんですよ。これはまあお客さんの前でやると思うんですが、ステージの前で。それで配信しながら、それでその動画も配信して、これが5月の2日から5月の5日まで配信して、これも、再生回数いいねと、それとまあ、放送作家とかディレクター、プロデューサーの、審査も入ると。それで、決勝が、8組、16組の中から8組選ばれて、それで決勝進出。んで、8組の中で決勝して、優勝者が、なんと、東京 MX テレビのワンクールの番組のレギュラーをいただけるという、大会なんでございますよ。それでですね、僕、これはもうチャンスやと思いまして、それでエントリーしました。で、ネタの動画も、運営局に渡して、今、4月の26日から4月30日まで、配信されております。皆さん、P1 グランプリという検索していただいて、そっから出てきたら、A から、H までのグループがあるんで、その E グループを、押していただいて、僕は竹井輝彦っていうところを、検索して、再生してください。それでですね、まあ、漫談で勝負しようかなと思ったんですけどね。いや、ちょっと待てよと。この動画を見て、やっぱり、漫談じゃないやつを僕はやりました。自信あります。これが俺の漫談の基礎となってるもんやろなっていうのを僕は表現しました。ねえ、タイトルが、おっさんどこ行くねんっていうタイトルなんでございます。自信あります。面白い。ぜひ、見てください。それで、高評価を押してください。それで、本戦行ったら客前でやるし、ネタが3分になるし、この時には、まあ、この2分のこのネタを3分にして、やるか。でもね、この2分のネタ今配信してるやつはね、この YouTube とか動画ならではの、それしか表現できへんネタなんですよ。これ舞台の上やったら難しいと思うの。だから俺はこっちを選んだんですよ。だから本戦行った時は、もしかしたら漫談がっつり3分の、もう練りに練ったやつを、
ぶちかまそうと思ってるんで、ただこれは、本戦に行けないと始まらない話やからね。だから、皆さん、本当に、T1 グランプリと検索していただいて、それで E グループの武井照彦1番に出てきますんで、01と思います。それで再生して高評価を押してください。そして、この P1 グランプリの URL を貼り付けて、Twitter とかいろいろ載して、こう拡散してください。僕を宣伝してください。皆さん見てください言って、これね、再生回数がね、100とか200とかの問題じゃないと思うの。もう1000とか万とかにいかんと勝てないと思う。ほんでもう出てるメンバーが、そうそうたるメンバーが出てますからね。だから、そうなんですよ。でもネタはおもろい。これは、見ておもろい。だから本当にね、そうやな。優勝したいな。それと、なんなんやろ、テレビ出たいわ。でもこれ、すごいチャンスやと思うし、まあまあ、純粋にね、2分のネタ、それを見て楽しんでいただきたいっていうのもあるし、これはね、僕が、これが、僕の漫談の、なんか原点かなみたいなもんをすごくこう感じるネタだと思います。衣装もね、自分で一人で作りました。よう、こんなん作ったなっていうね。ほんで一人で動画撮って、55歳なんですよ。よう、一人でこのネタ、動画撮ったなっていう、そんなもん感じながら見たらおもろいんと違いますか？もう一度言います。P1 グランプリと検索していただいて、そしてグループの E グループでございます。武井照彦。ぜひ再生回数どんどん増やすために拡散宣伝してください。そして高評価よろしくお願いいたします。チャンネル登録、いいねボタン、拡散、コメント。